うむ、なんじゃこのただならぬ気配は。なになに、え、はぁ、なんでいきなりバトルなの。嘘でしょ。まひろよ、大変じゃ。この地に迫ってくる魔物の力を感じるぞ。どうやら姫の復活を竜王や他の悪しき者に気づかれてしまったようじゃ。姫はようやく芽生えたこの地の希望、何としても守り抜かねばならぬ。ところで真宙よ、戦いの前に腹は減ってはおらぬか。わしの霞を分け与えよう。そなたの唇をわしの方に突き出すのじゃ。これチューしてんのかな。どうじゃ、これで戦う気力は湧いたであろう。いやー、はいはい、頼むぞ真宙よ。何としても魔物どもを追い払うのじゃ。そしてこの死の大地にかつての王都ラダドームを復活させようぞ。復活させようぞ。ルビスの加護、あっちへ行け。こいつら戦ってくんないの。え、どっから敵くんの。影の騎士、どこどこどこ。あ、いたいたいた。ほいほい、よいしょ。ほいほい、寝てからにすればよかったな。持てないよ。ほいほいほい、終わり。すべてのモンスターを倒した。あー、よかったー、こんなもんで。旅の扉、早えな。うわー、光光眩しい光。なに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 、光などこの地にはいらぬ。世界の半分は俺の竜王か。ええ、よくぞ魔物たちを倒してくれた。さすがじゃぞ真宙。むむ、どうしたのだ。いつになく真面目腐った顔をしおってからに。何、どこからか恐ろしい声が聞こえたじゃと。わしには何も聞こえなかったが、そなたひょっとして少し疲れておるのではないか。そもそもビルダーは戦うものではない。無理をさせてすまなかったの。いや、これね、最初からマジで言ってほしい。ビルダー戦うもんじゃねえから。ところで真宙、そなたは先の戦いで旅の扉を手に入れたようではないか。明日からその扉を使い、ビルダーとしてラダトームの復活に向けて力を尽くしてもらいたい。今日はゆっくり休むのじゃ。そのあばら屋を修理して眠るとよいぞ。ちょっと待って、物入れも作れないんだけど。全然作れなくない。こんないらないんだよね。とりあえず置いていって、あとはメモか。やだー、敵入ってくんのうざいよね。バケツ、バケツもいらんないんだけどな。整頓して、あー、ここら辺も置けるか。置いとくか。これも置けるね。なんかやだー。シャナクの薬って何。銀、聖なるライフ、銀。骨は置いといて、旅の扉、この辺に置いとくか。はいはい。これ寝たら夢見るんじゃないか。とりあえず寝よう。何の夢見るの次は。お、オープニングの曲だ。わしは待っておった。そなたのような若者が現れることを。
もしわしの味方になれば世界の半分をお前にやろう。どうじゃ、わしの味方になるか。よろしい。ではわしらの友情の証としてその剣をもらうぞ。ほほ、すでにこの剣を手にしていたか。しかしもはやどうでもよいことじゃ。わしからの贈り物を受け取るがよい。そなたに世界の半分、闇の世界を与えよう。いや、光の世界をくれよ。わっはっはっは。真宙よ、また夢を見ているのですね。それはとある戦士の忌まわしい記憶。あなたが見るべき夢ではありません。あなたはあなたに課せられた使命を果たし、あなた自身の役割を全うすればよいのです。え、何なの。真宙、覚えていますか。私が一番初めにあなたに言ったことを。あなたは勇者ではないのです。竜王を倒すこと、それはあなたの役目ではありません。あ、起きた。え、なんなの。なんか隠してない。まあ、とりあえず先に行こうか。まだやり残…なに。なんかさ、びっくりマークつけてくれてるわけじゃないからわかんないんだけど。おう、真宙よ、そのように元気な伸びをしおってからに。昨夜は随分なされておったが、そこまで心配せずともよさそうじゃの。しかし真宙よ、わしは預言者じゃ。わしには分かっておるぞ。そなたには大地の精霊ルビスが与えた使命が、役割が、責務がある。この死の大地こそ、そなたがビルダーとしての役目を終える運命の地。復活させたら死んじゃうのかな。もうすぐじゃ、もう少しだけ頑張るのじゃぞ。さてと、早速じゃが、そなたには新しく手に入れた青い旅の扉を使って、かつての王都ラダトームの城の跡地を目指してもらいたい。まずはその地に光をもたらし、かつてのラダトームを再建してほしいのじゃ。そなたが作り出した聖水を地面に振りまけば、死の大地は力を取り戻し、そこから物を作るための素材を得ることもできるようになるじゃろう。もし腹が減ったら、わしに声をかけるのじゃ。わしと姫はここで待っておるぞ。うん、お腹はいいね。うん、よし、じゃあ先に行こうか。え姫か、次は。おお、真宙様、ずいぶんうなされてましたが、何か悪い夢でも。ああ、なんとおいたわしい。昨夜はあまり眠れなかったのですね。真宙様、よろしければ少し私のおそばへ。なになになに。あ、回復してくれたの。体力が全回復した。うわー。私にはこのくらいしかできません。お困りの時は声をかけてください。ところで真宙様、魔物から旅の扉を手に入れられたのでしょう。扉が開くその先は、おそらくかつての王都ラダトームがあった場所。なんでわかるのみんな。まずは城の跡地で手がかりを探し、扉の先のどこかにある希望の旗を手に入れてください。人間が魔物と戦った証である希望の旗をラダトーム城の跡地に建てれば、その地に光があふれ、精霊ルビスの加護を受けられることでしょう。私はここであなたのご無事を精霊ルビスにお祈りしておりますわ。あ、じゃあここが拠点になるわけじゃないんだ。いや、ちょっと姫様がさ、ご飯くれたらいいじゃん。なんか、どうやって食べさせられてんだろう。チューしてると思うんだよ、多分。いやー、やだなー。なになに？うっそでしょう。なんかでっかいのいるんですけど。ラダトーム平野、闇と呪いの中心だって。すごい、敵強そう。一緒に戦ってくれる仲間いないの。真宙よ、
ついに運命の地ラダトームに着いたのですね。いやもうドラクエといえばこの音楽だよね。闇に閉ざされたその地では私の力も限られていますが、姫の祈りで今はあなたの姿がよく見えます。声もだからしっかり聞こえるんだね。そこはラダトームと呼ばれていた地、あなたが最後に救うべき場所です。かつては輝きに満ち人と物であふれた王都がありましたが、とある戦士の裏切りで今や呪いの中心となり、見るも無残な死の大地に変わり果てています。それが勇者なのかな。さあまずはまっすぐに進み、ラダトームの城の跡地を目指しなさい。そしてその地に立てる希望の旗を見つけ出し、かつての王とラダトームを復活させるのです。すべては精霊の導きのままに。なんか使われてる感が半端ないよね。導きの玉はここら辺に置いといて、これ大丈夫？あ、大丈夫だね。スライムとか、あれか。まあ、最初の敵はね、スライムだよね。はいはい。青い油。これ希望の旗。違う。あーここでいろいろ作れるぞ。うわー収納箱作れる。あー来た大木槌。これよ。これがないとお話にならないから。旅人の服装備したいな。よし。であとは本を読んで、アレフガルドレキテイと書かれた本が置いてある。おお、我が故郷メルキドを出発して幾年月、ついに私はラダトームの城に行き着いた。しかしこの地は噂にたがわぬ死の世界、光も希望もなく、ここには闇と呪いしかない。かつては繁栄を極めたラダトームの街も今や荒れ果て見る影もないのだ。聞くところではこの地のどこかに人々の希望を背負いながら最後の最後に裏切った闇の元凶が住んでいるらしい。しかしそのようなこと今の私には何の関係もないことだ。私にはもう旅を続ける力は残されてはいない。私はこの地を旅の終着地にしようと思う。もし私の旅の記録をはるかメルキドの地からここまで追ってきてくれた者がいたならば、私の辛く悲しい旅は無駄ではなかった。ここにその感謝の思いを伝えておく。悲しい。噛みまくってるよ。最後に万一を考えて記しておこう。もしもこの死の大地に光を取り戻したいのなら、魔物によって奪われた希望の旗を得ることじゃ。魔物と戦うの。希望の旗はこの城の跡、城根南にそびえ立つ魔物たちが建てた新しい城の中にあるという。魔物は強く、城の内部は入り組んでいる。考えうる最大限の準備を整えて向かうのだ。おう、私の記録を読む後の時代の冒険者よ。ラダトームを再建し、アレフガルドを復活してくれ。メルキドの冒険家、ガンダル。ガンダル、悲しいよ。聖水は？聖水は使えないのかな。ちょっとこれ城をなんかいろいろなんかあれするの大変だな。ようやく石が手に入った。世界地図。石どうしようかな。考えうると言われてもね。石の剣か。
11、5、うん、石の剣を装備して、はい、もう1個ぐらい作っとく。んで、旅人の服は赤い油と紐か。革の盾も作りたい。木材、とりあえず収納箱作る。はい、で地図を見る。あー、左下何、よくわかんないな。ここに置いて、これはいらない。ちょっと待ってよ、一回全部入れて、何が必要かな。これはいるじゃん、命の木の実、これでいいかな。ここで寝れる。寝れるが、そこ？ベッドは作っといた方がいいよね。ここら辺壊して、ほい、城の壁で覆ってあげたいんだけど、なんか余分に取れるとこないかな。ここら辺かな。ほい、これで部屋にならない。あー、ここか。よし、これで寝れるね。あ、収納箱あんじゃん、こんなとこに。まあいいや。よし、倒せっかな、倒せっかな。